青春18切符の旅2日目が始まります。滋賀県彦根市を出発して北陸石川県の金沢に向かいます。今回は北陸本線を利用する最短ルートではなく、岐阜から富山に抜ける高山本線に乗車します。この日は朝8時に起きて彦根駅に向かいました。宿泊したホテルエスタシオン彦根ではパンやインスタント麺などで簡単な朝食をとることができました。彦根駅の2階に上がると遠くに彦根城の姿が見えました。 iPhone で撮影したものを拡大しているのでちょっと解像度が荒いですが、お城の形は確認できると思います。彦根駅前には初代彦根藩主である井伊直政公の銅像がありました。この兜の角が特徴的です。ゆるキャラひこにゃんも兜に大きな角がありましたよね。それでは9時42分の列車で最初の乗り換え駅となる米原へ向かいましょう。米原に向かう途中、車窓の右側に新幹線の高速試験車両が生体保存されている展示場が目に入ります。 JR 東海の 300X、 JR 東日本のスター 21、 JR 西日本のウィン350の3両が保存されています。一般公開はされていないのですが、敷地の外からは見ることができるそうです。米原駅に到着しました。米原は東海道本線から北陸本線が分岐する主要駅です。金沢から名古屋に向かう特急しらさぎが反対ホームに停車していました。向こうが先発し、これから乗車する大垣行きの普通列車は後から出発します。米原は大阪方面に向かう新快速列車の拠点の駅です。列車を収容するための留置線が多数設けられています。東海道本線は神戸から東京までの路線ですが、この米原を出ると JR 西日本から JR 東海へと管轄が変わります。昨日も貨物列車とたくさんすれ違いましたが、今回もこことこの先の岐阜で貨物列車を見ることができました。鮫貝を過ぎると滋賀県最高峰の伊吹山が見えてきます。標高は1377メートル。日本海から伊勢湾へ季節風が通り抜けるルートであるため、伊吹山やこの先の関ヶ原は毎年冬になるとかなりの積雪があるそうです。天下分け目の関ヶ原でおなじみの関ヶ原に到着しました。駅の北側には大きな看板に東軍、西軍それぞれの武将の名前と家紋が記されていました。徳川家康や石田三成はもちろんのこと、彦根駅のところで紹介した井伊直政の名前もありました。関ヶ原の次の樽井を過ぎ、左右の車窓に電車基地が見えてくると間もなく大垣です。大垣からは岐阜、名古屋方面へ向けて多くの列車が発着しています。10時32分、大垣に到着します。乗車してきた列車は折り返し米原行きとなります。大垣夜行という名前で親しまれた東京深夜に出発する普通列車はこの大垣が終点でした。青春18切符の利用シーズンになると多くの乗客がここで米原行きに乗り換え、大阪や北陸方面に向かう姿を見ることができました。岐阜方面に向かう前に東海道本線の美濃赤坂支線に乗車したいと思います。東海道本線は東京と神戸を結ぶ路線ですが、大垣から美濃赤坂までの支線が存在しています。この区間の乗車は今回が初めてとなります。大垣を出発した列車は東海道本線を再び関ヶ原方面へと戻ります。大垣から約3キロ進んだところに信号所があり、ここから単線の線路が分岐します。大垣から7分で美濃赤坂に到着します。駅構内は思いのほか広く、以前は多くの貨物を取り扱っていたことが忍ばれます。この辺りでは石灰石や大理石が産出され、それらを輸送するために線路が敷かれました。支線の終点となる美濃赤坂はホームの先で線路が途切れています。入れ替えのための線路はたくさんありますが、旅客列車が利用できるホームは一つしかありません。駅舎は木造で、美濃赤坂駅が開業した1919年当時のまま残っています。現在は西濃鉄道の事務所として利用されているそうです。JR 東海の駅員はおらず、無人駅と同じ扱いになっています。駅の端から西濃鉄道の線路が北に伸びています。この先に石灰石の工場があり、今でも貨物列車が1日に最大3往復を運行しているとのこと。以前は美濃赤坂駅から別の貨物線も分岐していたのですが、そちらは2006年に廃線となりました。
折り返しの列車の時刻が近づいてきたので美濃赤坂駅へ戻ります。こういった趣のある木造駅舎もどんどん少なくなってきました。待合室の広さや板で覆われた窓口の跡を見ると、かつてはここを多くの人が行き交ったのであろうと想像することができます。短い滞在を終え、折り返しの列車で再び大垣へ戻ります。美濃赤坂支線で運行されている列車は車掌はおらずワンマン運転となっています。線内の2つの駅はいずれも無人のため、列車乗車時に入り口で整理券を取ります。 JR 東海が発行している IC 型交通カードも美濃赤坂支線では使用することができません。大垣駅の西側から養老鉄道の列車が発着しています。2007年に近鉄が廃止した桑名揖斐間を引き継ぎました。近鉄から引き継がれた車両と東急電鉄から移籍した車両の両方が運行されています。今日見ることができたのは2編成とも元東急の車両でした。4番ホームに停車中の大垣始発の新快速列車豊橋行きに乗車します。3駅先の岐阜で高山本線の列車に乗り換えます。11時22分岐阜に到着しました。乗ってきた列車の撮影をしていると、東海道本線下りホームから列車通過のアナウンスが聞こえてきました。カメラを向けて待っていると、 EF65 1000番台の電気機関車が牽引する貨物列車が通過していきました。僕が子供の頃はこの機関車がブルートレインの牽引機として花形でした。今でも見かけるとワクワクします。次の列車まで少し時間があるので駅の外に出てみました。北口広場には2005年まで岐阜市内を路面電車として活躍していた名古屋鉄道も513号電車が保存されていました。大正時代に製造されたこの電車は丸窓が特徴で、美濃町線、揖斐線、市内線を79年間走り続けました。岐阜駅の売店で鬼滅の刃とコラボした山梨の桔梗信玄餅が売られていました。2021年も新シリーズの放送が決まり、まだまだブームは続きそうです。岐阜からは飛騨地方を走る高山本線の列車に乗車します。高山まで 136.4 キロ、3時間42分の旅が始まります。 JR 東海では国鉄時代からの車両はわずかとなっており、 JR になってから新造された車両を多く見ることができます。電車も気動車もオレンジ色の帯がポイントとなっています。列車は岐阜を出発しました。この先立体交差で東海道本線から分岐します。高山本線は富山までの全線が単線で非電化の路線です。岐阜と美濃太の間は1時間に2往復から3往復の列車が設定されているので、時折反対列車との離合があります。中駅でキハ75系を使用した列車とすれ違いました。キハ75系はクロスシートを採用しているため、紀勢本線の快速三重や行楽用の臨時列車などにも使用されています。岐阜から鵜沼までは名鉄の鏡ヶ原線が高山本線のかなり近いところを走っています。鏡ヶ原線は複線で電化もされています。鵜沼では名鉄の新鵜沼駅が南側に隣接しています。名古屋方面は特急も含め1時間に7本から9本の列車が運行されています。2001年まで名鉄の名古屋駅からこの鵜沼を経由し、高山や富山方面に向けて特急列車が運行されていました。かつては鵜沼駅の東側に JR と名鉄をつなぐ線路があったのですが、現在は完全に撤去され道路や宅地となりました。車窓に木曽川が見えてきました。木曽川は長良川とともに伊勢湾に注ぐ延長229メートルの一級河川です。高山本線はこの後支流の飛騨川沿いに北へと進みます。美濃太に到着する直前、長良川鉄道の線路が合流します。この路線を進むと日本三大盆踊りで有名な郡上踊りが行われる郡上八幡に行くことができます。美濃加茂市の中心駅美濃太に到着しました。駅ができた1921年は行政区が加茂郡太田町だったため、その時の駅名が現在でも使用されているそうです。美濃太では長良川鉄道と大田線が分岐しています。岐阜方面から特急ワイドビュー飛騨9号がやってきました。向こうの特急だと高山へは1時間以上も早く到着することができます。
箕面を出発して1時間ばかり車内でうとうとしていました。気がついたら列車は飛騨川沿いの山あいを走行していました。車窓には積雪が目に入るようになりました。下呂温泉が近づくにつれ、温泉旅館やホテルが見え始めました。高山本線の列車に乗車するのは実に26年ぶりです。1994年の12月に高山と飛騨古川の間に SL の運行があり、その撮影のために東京から大垣空港に乗ってやってきました。岐阜に早朝に到着したので、高山本線ではずっと寝ていて沿線の車窓の記憶がありません。下呂の街を見たのもこれが初めてのように思います。善照寺で名古屋行きの特急ワイドビュー飛騨12号と離合します。高山から名古屋方面の特急は日中は10時台を除いて1時間に1本が運転されているので、割と高頻度ですれ違います。上呂駅の様子です。高山本線を北上するにつれて積雪の量もだんだん多くなってきました。14時46分久久野に到着しました。高山の2駅手前ではありますが、特急列車退避のため24分間の停車となります。時間はたっぷりあるので列車から出て反対ホームにも足を伸ばしてみたいと思います。久久野と次の飛騨一宮の間で分水嶺を越えます。伊勢湾に注ぐ木曽川の支流飛騨川はここまで、飛騨一宮からは日本海へと注ぐ宮川沿いに線路が敷設されています。久久野駅は現在は高山市に属しますが、2005年までは大野郡久久野町でした。駅舎が簡素なものになっていますが、2011年に建て替わったそうです。この久久野には1日上下25本の列車が停車します。駅前には小さな商店や飲食店があり、ふるさとの島根の駅を思い出させます。高山方面から名古屋行きの特急ワイドビュー飛騨14号がやってきました。富山を13時2分に出発し、名古屋までの 256.1キロ を約4時間かけて走るロングランナーです。普段は6両編成ですが、2両増結して8両となっていました。高山で車両の増改結が行われ、富山と高山の間は通常では3両編成で運行されています。その後、岐阜方面からも特急ワイドビュー飛騨11号がやってきました。名古屋発富山行きで、こちらも8両編成です。ここ久久野で長距離特急同士の離合の瞬間が見れるとは、鉄道好きとしてはかなりラッキーな瞬間です。実は岐阜からの普通列車は、長時間の乗車にもかかわらずロングシート車両だったので、少々残念に思っていました。しかしこの列車を選んだことで、久久野で特急列車同士の離合を見ることができました。とても満足です。2本の特急列車を見送った後、列車はいよいよ高山へ出発します。15時27分高山に到着しました。高山市は岐阜県の飛騨地方の中心に位置しています。高山駅から徒歩圏内には国選定重要伝統的建造物群保存地区に指定された古い町並みや国指定史跡の高山陣屋があります。奥飛騨温泉郷や白川郷、乗鞍岳へアクセスすることもでき、観光の拠点となっています。
特急ワイドビュー飛騨は名古屋で新幹線とも接続し、東京方面からも多くの観光客が訪れます。1日1往復ですが、高山から大阪へ直通する特急も運行されています。高山駅も2016年に橋上化工事が完成し、駅舎が新しくなっていました。これまでは遠回りをしないと向かうことができなかった駅の西側にも入り口ができました。高山駅前にはリゾートホテルや飲食店、お土産屋さんがあり、観光地の雰囲気が醸し出されています。今回は目的地が北陸なので乗り換えのみですが、次回はぜひゆっくり訪ねてみたいと思います。青春18切符の旅では、こういった途中駅に立ち寄ることで新たな発見や興味を持つことがよくあります。高山駅に隣接して納比バスのバスセンターがあります。白川郷や乗鞍岳、上高地方面へのバスだけでなく、大阪や新宿に向かう高速バスもここから発着しています。次の列車までの時間を利用して高山駅近くの昭和児童公園にやってきました。ここには過去に高山本線で走っていた蒸気機関車と、冬場に活躍する除雪車、いわゆるラッセル車が展示保存されていました。蒸気機関車の保存は時々見かけますが、ラッセル車の保存はとても珍しいと思います。今でこそ日本国内には道路が網の目のように広がっていますが、戦前は鉄道が人や物資の輸送の中心でした。飛騨地方のような豪雪地帯で冬でも列車を走らせるために並々ならぬ努力があったのだと想像できます。除雪車の見学を終えて、西口からの連絡通路を通って高山駅に戻ってきました。これから富山方面に向かいます。16時7分発の猪谷行きの列車に乗り、県境を越え富山県の猪谷に向かいます。猪谷で線路が JR 東海から JR 西日本に変わります。そのため高山から富山まで直通する普通列車はなく、すべて猪谷で乗り換えとなっています。国鉄から JR に変わり、長距離列車がどんどん減っていた理由の一つに、地域ごとに会社が分かれてしまったことが挙げられます。 JR 西日本や JR 東日本のクルーズトレインは JR 東海の管内である高山にはやってきません。とても惜しいと思います。高山では学校帰りの学生の姿を多く見かけましたが、猪谷が近づくにつれ下車していき、車内も閑散としてきました。車窓から見える積雪の量もどんどん多くなってきます。17時10分、猪谷に到着しました。ここから JR 西日本の管内となります。かつて猪谷からは国鉄神岡線を引き継いだ神岡鉄道が分岐していましたが、2006年に廃線となりました。猪谷から富山までは JR 西日本のキハ120系機動車に乗車します。ふるさとを走る三江線が廃止されて以来、キハ120に乗車するのは約3年ぶりになります。高山本線では朝のラッシュ時に4両編成で運行されることもあるようで、とても頼もしく思います。笹津で富山方面からの特急列車を退避するため6分間停車します。かつてはここから富山地方鉄道笹津線が富山の市街地へ分岐していましたが、廃止されてもう45年以上が過ぎました。わずかに西の方が明るいだけですっかり日が暮れてしまいました。地方の旅先で見る夕暮れは少しセンチメンタルな気分になります。名古屋行きの特急列車が通過すると、こちらの信号機も青に変わり、再び列車は富山へと進んでいきます。18時19分、富山に到着しました。北陸本線の乗り換え駅だったのですが、2015年の北陸新幹線の開業に伴い、在来線は JR から経営が切り離されました。金沢方面も直江津方面も第三セクターの鉄道となっています。せっかく富山に立ち寄ったので、富山地方鉄道にプチ乗車してみます。電鉄富山駅の券売機で切符を購入します。富山地方鉄道ではエコマイカという名前の交通カードを発行しており、自動改札機やワンマン列車のカードリーダーで使用できます。しかしスイカには非対応で、互換性がある手持ちの西鉄の IC カードは利用できませんでした。右側3番線の電車は富山地方鉄道オリジナルの電車です。左側の4番線に停車中の電車は大阪から移籍した元京阪の3000系でした。大阪を走っていた電車がいたかと思えば、今度は2番線に東急電鉄で活躍していた8590系電車がやってきました。電鉄富山は行き止まりのホームが櫛形に並ぶ東端式という駅の形をしています。
上野駅の地平ホームや大阪の阪急梅田駅、北九州の門司港駅、西鉄の福岡天神駅も同様の形をしています。それでは今は1万30系と形式が変わった元京阪の電車に乗って稲荷町へ向かいます。稲荷町までは黒部や宇奈月温泉に向かう路線と岩倉寺や立山方面に向かう路線とが同じ線路を共有するため複線になっています。電鉄富山から稲荷町まで約3分の乗車でした。稲荷町に到着して目に飛び込んできたのは西武鉄道で活躍していた特急レッドアローの電車です。実はこの電車は写真でしか見たことがなく、初めて実物を目にすることができました。現在は富山地方鉄道で観光列車アルプスエキスプレスとして線内を運行しています。稲荷町駅の外に出てみました。2つの路線が分岐し、大きな車庫があるのにもかかわらずこじんまりとした駅舎でした。稲荷町を電鉄富山行きの列車が出発しました。黄色と緑の塗り分けで元京阪電車だとすぐにわかります。今度は富山地方鉄道オリジナルの14760系電車がやってきました。2本の列車の撮影を終えて稲荷町駅へ戻ります。レッドアローの隣に特急小江戸号がいるじゃないですか。僕が埼玉県の川越に住んでいた時にデビューした西武鉄道の車両がもう富山で第二の人生を歩んでいるだなんて、いやー今日一番の驚きでした。富士越上滝線のホームに元東急の電車がやってきました。電鉄富山から来た時に向こうのホームに到着したので、帰りは別のホームにしようということで列車を一本ずらしたんでした。そうしたら運よく小江戸号の電車を見ることができました。まさに偶然の出会いです。稲荷町駅での滞在は約20分間でしたが、いろいろな電車に出会えて満足度はかなり高かったと思います。電鉄富山に戻ってきました。1日に何回かは4本のホームが全て列車で埋まるそうです。4列車並ぶとさぞ壮観であろうと思います。再び JR の富山駅へ。今度は市内を走る路面電車を見てみたいと思います。北陸では富山以外にも福井で路面電車が走っています。富山での路面電車は先ほどと同じく富山地方鉄道が営業を行っています。さあ来ましたよ、新車ですよ新車。と思って動画編集用のために調べていたら、この電車のデビューは2006年でした。もう15年目なんですね。最近鉄道業界に疎くなってます。新車と間違えてしまった TLR600 型の電車に乗って少し市内を回ってみようと思います。車内に設置された液晶ディスプレイや新しい運転台を見ると路面電車の未来を感じずにはいられません。車内ばかり注目していたらもう少しで富山城を見逃すところでした。お城のそばを路面電車が走っているというのはなかなかいいですね。途中富山都心線を経由し市内を一周しました。 JR 富山駅の一つ手前、電鉄富山エスタ前で降りてみました。乗ってきた電車は富山港線の岩瀬浜に向かいます。 JR 富山駅に歩いていく途中で2019年12月より運行開始した広島行きの夜行バスの出発をちょうど見ることができました。広島は子供の頃から何かとゆかりのある場所なので、遠く離れた地で広島の地名を見ると少し嬉しい気持ちになります。さてそろそろお腹が空いてきたので、駅ビル富山マルシェにやってきました。さあ今夜の夕飯は何にしましょうかね。おお、ありました。北陸地方のソウルフード、八番ラーメンです。秘密の県民賞で見た時からぜひ行ってみたいと思っていました。八番ラーメンの特徴は、炒めた野菜、縮れた太麺、八と書かれているかまぼこです。いやいや、それだけではありませんでした。なんと、味噌、塩、醤油、豚骨、バター風味の5種類のスープの中から好きなものを選ぶことができました。今回は定番の味噌スープを注文しました。さあ、野菜ラーメンがやってきました。味噌味のスープや縮れた太麺、これはなかなか美味しかったです。次回はぜひ別のスープも試してみたいと思います。日本海の海の幸を堪能するグルメよりも個人的には八番ラーメンの方が好きだったりします。お腹もいっぱいになったところでいよいよ最終目的地の金沢に向かいます。金沢までは2015年に開業した第三セクター愛の風富山鉄道、同じく第三セクターの IR 石川鉄道の路線を利用します。
青春18切符では第三セクターの鉄道は利用できませんので、券売機で1240円の切符を購入しました。移動中に天気予報をチェック。明日はかなり天気が荒れそうです。ある程度予想はしていたので、金沢のホテルは連泊で予約をしています。21時53分、列車は金沢へ到着しました。金沢に来るのは27年ぶりです。その時は乗り換えせずにただ通過しただけだったので、駅の外に出るのもホームに降りるのも今回が初めてです。乗ってきた列車を撮影していたら、向かいのホームに列車入線のアナウンス、3番ホームに福井行きの特急列車がやってきました。もちろんこちらも撮影します。特急ダイナスター4号が入線しました。ダイナスターは恐竜王国の福井にちなんで、恐竜のダイナソーと星のスターからなる造語です。東京を19時24分に出発する北陸新幹線輝き517号とここ金沢で接続し、福井には22時57分に到着することができます。金沢駅の改札を出て、今日の移動はすべて終了となりました。とても充実した一日でしたね。翌日の JR の運行予定が掲示されていました。特急列車はすべて運休、在来線も七尾線全線、北陸本線は金沢と大聖寺の間が始発列車から全列車運休となるようです。雪対策が整っている北陸新幹線は通常通りの運行となります。金沢駅から徒歩5分の場所にある満天ホテルに向かいます。今日からこちらに2泊ほどお世話になります。満天ホテルという名前、公式サイトに記載はありませんが、100点満点の満点から来ているようです。北陸に満点ホテルは5店舗あるのですが、問い合わせ先の電話番号の末尾4桁が全て0100と100点満点を連想させる番号になっています。客室に備え付けの冷蔵庫、扉が開かないぞと思っていたら、扉ではなく手前に引き出すタイプでした。この後コンビニに行って2日分の飲み物とデザートを買ってきました。一泊の場合は持ち運べるペットボトルの飲み物しか買わないのですが、連泊の場合は紙パックの飲み物やデザートなどを買い置きすることが多いです。金沢の宿泊先になぜこの満天ホテルを選んだかと言いますと、客室からのトレインビューがとても素晴らしいというネットの口コミからでした。フロントでチェックイン時に、金沢駅がよく見える部屋でお願いしますと伝えたところ、この眺望が見える部屋をあてがってくれました。夜10時過ぎのチェックインでしたが、北陸新幹線も含めて数本の列車を見ることができました。トレインビューはいいんですけど、実際明日はほとんどが運休になるんですよね。まあその時は大雪に埋もれる金沢駅を観察しようと思います。窓を少しだけ開けて撮影していましたが、風雨が強くなってきたため、列車の撮影はこれで終了したいと思います。再び天気予報をチェック。明日の天気がかなり荒れそうであれば、コンビニで食料を買い出しして終日ホテルで過ごそうと思います。ホテルの前の駐車場が雪で白くなってきました。連泊なので、まああまり心配せずに翌朝はゆっくり起きようと思います。2日目のご視聴ありがとうございました。果たして3日目はどうなるんでしょうか。